クビチャ・クバラツ・ヘリアは、ジョージアのサッカー選手。ジョージア代表。ポジションは FW。2018年に、同郷のズリコ・ダビタ・シュビリと共に、ジョージア人としては初めて、ネクスト・ジェネレーションに選出された。FC ディナモ・トビリ氏の下部組織出身。2017年にトップチームデビューした。2018年に、メタル,ル・ギルス・タビに完全一席。 2019年2月15日に FC ロコモティフ、モスクワに期限付き移籍。3月10日の試合で、ジェフェルソン・ファルファンに代わって、途中出場し、ロシアプレミアリーグ初出場を記録した。2019年7月1日に、期限付き移籍期間満了に伴いロコモティフモスクワを離れることが発表された。これについて、ユーリー庶民監督は抜きんでた才能を持つ彼を、 完全移籍で獲得できなかったことに大変がっかりしたと述べた。同月6日に5年契約で同リーグの FC ルビン火山に完全移籍。15日の開幕節、古巣、ロコモティフモスクワ戦でズリコ・ダビタ・シュビリとの交代で出場し得点。試合を引き分けに持ち込んだ。年代別代表では u うマイナス17からの出場歴がある。 2019年6月7日に行われた UEFA ユーロ2024戦グループ D のジブラルタル代表戦にスターティングメンバーとして出場し代表初出場を記録した。2020年10月14日に行われた UEFA Nations League 2020から21の北マケドニア代表戦で代表初得点を記録した。父のバドリク・バラツ・ヘリアもサッカー選手。 ありがとうございます。